商品レビュー専門です。タオトロニクス Bluetooth 4.0 トランスミッター&レシーバーですね。 Bluetooth のトランスミッターとレシーバーを切り替えて使いますね。それこのイヤホンの一押し機能、スイッチを TX にして2台のヘッドホンやイヤホンをペアリングできますね。2人で同じ音声を楽しめます。本機と手持ちの Bluetooth ヘッドホンやイヤホンを準備するだけで2人の動画鑑賞が楽しくなります。深夜でも大きい音で2人で聞けますね。それ他の使い方としては、古いオーディオシステムで Bluetooth の最新機能を追加することができます。本機のスイッチを RX にして手持ちのオーディオシステムに接続するとスマホの音がオーディオから再生されます。古いオーディオでもスマホの音が再生できてしまうんですよね。あとカセットプレイヤーや CD プレイヤーなど古いオーディオ機器を最新の Bluetooth に対応することもできますね。送る方も受信する方も最新の Bluetooth に対応させることができます。あと電源はマイクロ USB の充電式ですね。だから持ち歩いて使うこともできます。2人で夜映画を楽しみたい、テレビを楽しみたい、動画を楽しみたい、そういう人たちに便利なタオトロニクス Bluetooth 4.0 トランスミッター&レシーバー、ぜひ使ってみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。